片山真由美です。今日は朗読をいたします。雨月物語、上田明成、朝地ヶ宿。この時日ははや西に沈みて、雨雲は落ちかかるばかりに暗けれど、久しく住み慣れし里なれば、迷うべうもあらじと夏の明けゆくに、いにしえの継ぎ橋も川瀬に落ちたれば、下に駒の青ともせぬに、田畑は荒れたきままにすさみて、昔の道もわからず、ありつるいていもなし。たまたまここかしこに残る家に、人の住むとは見うるもあれど、昔に似つつもあらね。いずれが我が住みし家ぞと立ち惑うに、ここ20歩ばかりを去りて、雷に砕かれし松のそびえて立てるが、雲間の星の光に見えたるを、下に我が軒の印こそ見えつると、まず嬉しき心地して歩むに、家は元に河原であり、人も住むと見えて、古戸の隙よりともし火の影漏れてキラキラとするに、こと人や住む、もしその人やいますかと心騒がしく、角に立ち寄りて芝吹きすれば、うちにも早く聞き取りて、たぞととがむ。糸をねびたれど、まさしく目の声なるを聞きて、夢かと胸の見騒がれて、我こそ帰り参りたり、河原で一人朝地ヶ原に住みつることの不思議さよ、というを聞き知りたれば、やがて戸を開くるに、糸糸を黒く赤づきて、まみは落ち入りたるように、あげたる髪も背にかかりて、元の人とも思われず、夫を見て物思いわで、さめざめと泣く。ここまでにしたき、全部読むと40分かかるので、ちょっと触りだけを読ませていただきます。